韓服を着る女性中国人とは、ユーラシア大陸東部に存在する地域としての中華圏、またはそれに根ざした国家、民族などにまつわる多数の意味を持つ広範な概念上の故障であり、様々な場所、あるいは立場上により、すべて異なる概念になることがある。現在、中国人は、主要民族である韓民族と55の少数民族から構成されている。 すべての中国国民が国家に対して抱いているアイデンティティを表現する場合は中華民族という言葉が使用される。中国人は古から世界各地への移民を繰り返しており、主要な各都市では中華街が形成されている。現代では北米や豪州への移民が顕著であり、現地でのロビー活動によって中華、人民共和国及び、 中華民国の国際的な影響力を高めている。中国人は四つ足で食べないものは机と椅子だけ、日本足で食べないものは両親だけ、空を飛ぶもので食べないのは飛行機だけ、水中にいるもので食べないのは潜水艦だけで、それ以外何でも食べるという話がある。ただしこれは中国人一般に対し言われる言葉ではなく、多少人が 関東人を表して使うセリフである。ことわざ、四本足、机以外は皆食べる食いしん坊大国関東省の料理を日本で食べるなら絶対ここ。レティ、グルメニュース。レティ、2020年7月18日へ閲覧。さすがの中国人も驚く、日本人はこんなものを食べていたイコール、中国報道ス e w s s e a r c h i n a n e t E、news.searchina.net2020 年7月18日閲覧。こんなものまで食べるの日本には上下を一した食材がある。イコール中国サーチな。こんなものまで食べるの日本には上下を一した食材がある。イコール中国。2020年7月18日閲覧。ことわざ四本足。 机以外は皆食べる食いしん坊大国関東省の料理を日本で食べるなら絶対ここ。レティ、グルメニュース。レティ、2020年7月18日閲覧。ありがとうございます。